皆さんこんにちは。レック専任講師の澤井清春です。合格講座、今日は新宿エルタワー本校のプレゼンをねやってみたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、皆さんですね、通学講座で通われる方多いかと思うんですけども、レックの場合は、通学と通信フリーになってますので、別に決めなくてもね、両方、あると思ってください。それから通信もですね、複数の講師が、常にですね発信してますので、通信もいろいろ選べたりね、乗り入れ自由なんですね。面白いですよこれね。はい。で、私はですね、今新宿エルタワー本校というところにいます。で、場所的にはですね、新宿の西口の、高層ビルって言いますかですね、隣がですね東京盲導学院かな、鳥の巣みたいななんかですねビルがあって、その真横になります。で、18階なんですよ。なので新宿の西口からそのままですね、雨に濡れないで、この暖かいですね、ところをこう通りましてですね、そのまま直結することができます。で、1階にですね、ATM とか、みずほ銀行と、三菱銀行の ATM が結構便利なんですね、これね。はい。あとは、食堂とかね、1階に入ってますので、結構環境としては、いいかなと思います。で、とにかく景色がいいんですよ。もうね、エレベーターホール降りると、もう東京スカイツリーとゴジラが同時に見えるという、これはですね、東京でも珍しいと思いますよ。ゴジラとスカイツリーが同時に見えちゃうっていうのはね、結構珍しいかなと思っております。そういった環境の中ですね。で、施設も綺麗なので、ゆったりした気持ちで勉強してほしいなと思うわけなんですね。はい。そしてですね、じゃあ今日はね、この合格講座の解説、特に新宿クラスの解説ということでね、伺っているので、まず私がですね、やってほしいことです。それはなるべくですね、早く入門することですね。とにかく先に始めた人勝ちっていうのがありましてですね、基礎講座からなるべく来た方が絶対いいです。なので、もう3月4月5月ぐらいからもう入門しちゃってください。9月から本格的な勉強始まりますので、もう3月4月5月6月で、もう最悪9月からなるべく来てください。これからあとはね、10月、11月生もありますので、11月ぐらいまででしたら支障なく入れます。でも早い方がやっぱりいいです。はい。それはね、何だってそうですよね。はい。慣れもありますしね。はい。で、私がね、推奨しているやり方は、まずは、その前半戦コースに関しましてはですね、はい。そこでなるべくですね、テキストと過去問を、同時に処理していくと、やるというところですね。それが大事だなと。ちょっとね、ここに、パンフレットありますので、見るとですね、このまず基礎編のところでなるべく、入門していただいて、これがですね、もう3月4月頃からもう入れますのでね。はい。それから、9月から本格的な勉強が始まりますというところになりますね。9月から本格的な勉強になります。はい。そしてですね、なるべくこの本論というのをやってる間に過去問題を見てください。過去問題は見てください。最低1回とか2回やってください。で、大体ね、これがですね、通常のスケジューリングでいくと、4月いっぱいぐらいでもう一般勉強は終わっちゃいます。で、試験8月なのでね、はい、一般勉強終わっちゃいます。そうしますとですね、その後は、例えば直前のですね、こういった、はい、特に答案練習というのがありますよね。これは模擬試験ですね。答案練習と模擬試験というのがありますので、その時にですね、少なくとも過去問題をですね、やってほしいわけですね。はい。ということなので、過去問題大事なので、この融合させるというのが何と言っても大事ですね。こう融合させるというのが何と言っても大事です。はい。ということで、まずそこをお伝えしたいと思います。過去問題と、このそれからテキストですね、これを融合させるということをまずやってください。はい。それからですね、やはりですね、そのせっかく通学で来られるんだと、またコミュニケーションもですね、大事ですね。講師とその、受講生さんとのコミュニケーションも大事です。和気あいあいな感じですね。またうちの通学クラスではね、なるべくコミュニケーションを取ってもらいたいというふうに思っておりまして、そのクラスのね、横のつながりみたいなもので、先日もですね、ちょっとクラス会みたいのをやったりねしてます。で、これはですね、例えば何て言うんですかね、
教室の中でちょっとしたね交流会みたいのをやったりとかいうことをしていますので、まあ和気あいあいっていった感じですね。はい、特にですね、同じ年代とか同じぐらいの人たち皆さんいらっしゃいますので、まあ、そういったまあビジネスマン同士または会社員の方とかですね、人事総務の女性同士とかいったようなコミュニケーションは盛んに取れますので、まあ、そういった意味でですね、まあちょっと何て言うんですかね、心がこうね、まあ安らぐと言いますか、まあ、そういう気持ちになられる方も結構多いと思うんですよね。はい、なので、まあ、そのコミュニケーションも大事にしているということを一つお伝えしたいなと思うわけですね。まあ、とはいえやはりですね、勉強なので直前ぐらいになりますとちょっとね、まあ、気合い入れる形になってきます。やはりここはですね、合格を目標にしているので、私としてはね、もうこれやれば合格できるってことを常に提供してきますのでね、それをですね、徐々に上積みしてきますので、やはりなるべく早い段階で入っていただいて、そしてこのテキストと過去問題を融合させて一致させてクラスでやっていくと、こういう形がいいと思います。また通学のいいところはその場ですぐ質問ができますよね。はい、結構質問皆さん並んだりするんですけども、そんなに何時間も並ぶっていうね、まあ、ですね、もう 1,2 分あればもうね、こう質問終わりますので、まあ、どんなに待ったって10分ぐらいの話なので、ぜひ学校に来て質問をね、どんどんしていただければなと思うわけですね。はい、ということで新宿のクラス、はい、スタッフさんも私も待ってますので、一度見学に来たらいかがでしょうか。ぜひ皆さんのご来校を心よりお待ちしています。新宿エルタワー本校、沢井クラス。はい、ガイダンスでした。よろしくお願いします。待ってます。